牛久間レンタルボートでバス釣りを楽しんでいるんですが、今の時期のおすすめの場合、もうやっぱりなんだかんだで、バズ、スピナベクランク、ビノ、巻物系ですよ、ね、もう結構ね、ボイルまでガバガバってやってるのに、ずっとネチネチやってる方がいる。うちの従業員見てて、おかしいね、あの人ってね。ね、そこじゃなくて、あっちでガバガバってやってるのに、そこに投げずにずっと足元でこう、テク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 ってこうやってやってるの。ガバガバってやってんだよ。おかしくない？ね、最近のバスマンちょっとおかしい人が多い、ね、こんにちは。メディアのせいなのか、いつの間にかバス釣りが難しくなって、いってるような気がします。昔ジムに憧れた、頃のバス釣りってもっと楽しい面白いものだった。そうですね、今のバス釣りってものすごくつまんないものになってると思いますね。まあ変なメディアがね、入りすぎてるっていうのもありますね。自分で自分の首を絞めるというのもあります。成功釣りをやればやるほどですね、こういう小さい魚まで全部いじめる形になります。つまりですね、本来であったら30センチ40センチのバスが普通にポコポコ釣れなくちゃいけないものがですね、あまりにも小バスのうちから、いじめすぎるね、そういう魚をいじめることによって、その魚次に釣れる時には非常に難しくなるということになりますね。成功釣りバスする人が多くなれば多くなるほど、どんどん釣り難しくなるということになります。釣り動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えしている。まあこれから村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。